いわゆるカジノ法案が参議院で可決されました。採決の際にはこんな場面がありました。パチンコスロットの規制をせずにどうして次の賭博を開くようなことさせるんだよ。おかしいだろって。山本太郎参院議員は去年9月の安保法制の採決に続いて牛歩作戦を展開し反対票を投じました。さらに党議拘束をかけず個々の議員の判断に賛否を委ねた与党公明党は山口代表が反対票を投じました。日本国内でのカジノ合法化に道を開く IR 統合型リゾート法案、いわゆるカジノ法案は参議院で内容が一部修正されたためこの後衆議院でも採決が行われ自民党や公明党内の賛成派議員、日本維新の会などの賛成多数で可決・成立する見通しです。